開く今宵もおぼろように遥かしそうなお月様舞い恋としい今日の夜自転車で転ぶようじゃ自動車の運転手にはなれないわね。大丈夫だよ、業者には車がやっとついてからね、これで来ないよ。あ、僕が業者運転手になったらね、会社は毎日乗っけてあげようか。いつのことだか。菅さん、弁当まだかよ。うん、娘が持ってくるはずなんだけど、何やってやがるのかな。あれをご覧と指さす方に船の流れの流れ月昔笑って眺めた月も今日塩水で洗って大丈夫かしら。ああ、かえって生地が丈夫になるよ。元を正せば侍育ち腕は自慢の千葉仕込み何が不足で整えぬくにきじゃくにじゃ妹が待つもの やめないか。弁当ほったらかしてって何やってんだ。すみません。おい、困るじゃないか。こんなちっちゃい子を誘惑しちゃ。誘惑？いや、あんたなんてそんな。何がそんなだ。どうしたんだ。ちょっと、洗濯を。バカ！海の水で洗濯して、どうなるんだ。すみません。本当だよ。お前さんとこの小僧のおかげで、こいつまで道草を食うようになっちゃって。何を言ったんだい。そういうことはこっちで言いたいことだ。
え、お前さんとこの娘と仲良くなってからこいつは怠け者になったんだからね。冗談じゃいけないよ。お前さんとこの子供はいけないんだ。だばかし歌いやがって。バカ野郎、そういうことはこっちで言いたいことだ。バカ野郎言ってな。うん、そう。お父さん、やめて。お父さん、あ、危ない。200、もういいでしょ。そうつけ、まだ150じゃないか。なんだ、数えてたの。ずるいわ。ずるいのはお前だよ。ごまかしちゃダメだよ。じゃあ、あと50ね。うん、50。あ、誰が言ったな。あの汽笛の音、くらない丸ね。よくわかんな。そりゃお父さんの子だもん。門前の子どうか、えらいもんだ。やよいよ歌がうまいからね、耳もいいんですよ、きっと。そうだろうな。お前なんか俺と一緒になって随分になるけど、何にも分からしねえじゃないか。お前の耳なんか、キクラゲみたいなもんだ。ほら、私だって分かりますよ。今のは紅丸ですよ、きっと。ずるいよ、弥生に教わったんじゃないか。こんばんは。誰か来たんじゃない。うん、はい。こんばんは。どなたでしょ。京都の夏江です。夏江さん、まあ、さあどうぞどうぞどうぞ。君、まさか夏江さんが見えたんだよ。こんばんは、お久しぶりございます。あ、これはこれはむさぶしでて、これさあどうぞ。あ、どうぞどうぞ、どうぞ。お気に、ごめんご無理やしてくれます。もう驚きましたな。何年ぶりのことですかな。もうかれこれ12年になりましたろか。えらいご無沙汰しました。もっとも親父が10人になったんですからな。そんなわけですな。弥生ちゃん、わかる。えらい大きくなった。お前朝早いんだから先の休み。はい。本当に夏江さん、あの頃とちっとも変わりませんね。いいえ、ずっと一人で苦労の一押しやさか、すっかり老けてしまって、鏡を見るたびに情けのになってしまう。まあ、とんでもない。それで今はやっぱり祇園で。いよいよ芸妓もやめて貸席持てるようになりましたんや。おお、そりゃ大したもんじゃないか。本当にね、女で一つで偉いもんですね。実は今日お尋ねさせてもらいましたのは、他でもあらしまへん、弥生のことで折り入ってお願いがありまして。とおっしゃいますと。長いことほっといて今さらこんなことを頼みできる義理はあらしまへんけど、なんとかあの子を私のところへ引き取らせてもらえまへんやろか。そりゃ何と言ったってあなたがお腹を痛めた子ですし、嫌ってわけにはいかないんですけど、私たちには子供がありませんし、あの子本当に我が子だと思って育ってきたんですし、あの子も私たちを本当の親だと思ってきたんですし、今急にそう言われたって。私もあの子をお預かり願うたと言うても、もう差し上げたつもりでお便りも遠慮してましたんです。そやけどあの子と一緒に暮らしたいと思うようになりましたら、もうやもたてもたまらんようになりました。それはあんたの気持ちもよくわかります。でも弥生ももう物心がついてます。一応あの子の気持ちも聞いてみなきゃなりませんからな。あの人本当に私のお母さんなの。うん、
弥生がもっと大きくなったら話そうと思ったんだけど、実はそうなんだよ。それで私どうなるの？京都行くの？それはこっちで聞きたいんだよ。お前京都行きたいかい？ちょっとなら行ってみたいわ。これまで育ててきてね、なんとかならないもんかね。ばあさん、それを言っちゃいけないよ。俺もよく考えてみたんだけど、海のお母さんがいる限りには、やっぱり子供は返してやらなきゃなるまいよ。なあ、やい、お前、あのお母さんが恋しいと思わないかい？どうなの？ん？やい。分かってみりゃ、お母さんを恋しがるのは当たり前だと思うよ。なあ、やい、そうだろ？私、お父さんもお母さんも大好きよ。でも、あのお母さんも好きよ。昨夜一晩考えたんですが、弥生はあなたの手元へお返しします。弥生もやっとその気になりましたし、私もばあさんもやっと決心がついたんです。弥生、今からこのお母さんの子だ。そば行っておやり。弥生ちゃん、堪にしてや。今までほっといて、これからはあんたのために繁盛する盛りにな。弥生をこの間の立派な子に一クリアして、なんともお礼の言いようもあらしまへんの。その上勝手なことばかり申しまして、ほんまにすんまへん。どういたしまして、お二人がお幸せになることですから、私たちは本望ですよ。なおつな、ええ、そうですと、そうですと、このご恩は一生忘れしまい、弥生にもきっとご恩返しをさしますさかい。お母さんの言うことをよく聞いて立派な人になるんだよ。ええ、あんまりおいしいもの食べ過ぎてお腹壊したりしちゃいけませんよ。大丈夫よ、お母さん。弥生のことはどうぞご心配の、必ず立派に育てますさかいに安心してくれやす。よろしくお願いします。あ、そろそろ乗船なすった方がいいんですよ。じゃあまた来ますさかいに。どうぞ。ぜひ来てください。さあ行きましょう。お父さん、お母さん、さようなら。あ、じゃあごめんしてくれやす。どうぞ。いや、大事にね。きっと手紙くれるんだよ。ええ、夏休みには帰ってくるわ。うん、会いたくなったらな、電報打つんだよ。お父さんもお母さんもすぐ飛んでくからな。そしたらみんなで京都見物しましょう。うん。よいちゃん、京都行くんだってね。ええ、もう会えないわ。僕もすぐ京都行くよ。本当？うん。京都行って運転士なんだ。うん。じゃあまた仲良くなれるわね。うん。待っててくれよな。ええ。待ってるわ。Hey, hey, hey.
どえ踊りの稽古面白いか。ええ、大好きやわ。そうか、しっかりやって一流の名取さんになってや。ええ、あんたは筋がやさかにちょっと気張ってなろうったらすぐに上手になるわ。八重ちゃんもすっかり京都府になりはったな。姉妹買いとうない。島もええけど京都の方がええわ。そうか、そのように言ってくれたらお母さん嬉しいわ。でも一つだけつまらんことがあるんや。何や。お父さんが言い張らへんのが寂しいわ。ねえ、なんでここにお父さんが言い張らへんの。本当のお父さんどないしはった。さあ、それはお母さんにも分からへんのや。ひょっとすると戦争で死なはったかもしれへんわ。そんなん仕方ないけど。その代わりお母さんがうんと可愛がってあげるさかい辛抱してや。ええ。お母さん、おまとさんどうした。おおきによろしゅう頼みます。へえ、行ってまいります。いつけどおきや。がようならはったわ。今日の調子を忘れんといてくれやっしょ。はい、さいなら。さいなら。母さんによろしゅ。おおきに。お待たせしてすんまへん。えらいかわいいおじさんができましたな。へえ、筋はええし、なかなか楽しみだっせ。あの子はどこのうちの仕込みさん。仕込みさんと違いますね。立派なお嬢さんだっせ。せやけどあんた、仇の娘さんと違いましたろ。実は、あれ夏江さんの娘さんどすね。夏江さんの。絶対言わんといてくれやっしゃ。なあ、東京の村のお年だねやないか。へえ、そうどす。立派な娘さんにならはったな。小倉もさぞ会いたやろな。それはかしまへん。夏江さんから加藤口止めされてますね。いや、ほんまのこと言うたらな、最近、あの男の会社を通じてうちの西陣織が輸出されてんねん。それでまた昔の学生のように行き来はしてんねんけど、まあいろいろ話に上るのは行方のわからんようになったあの子のことばっかりや。そうやけど、それは今さらおかしやおへんか。あの時あれほど爪と別れて東京へ帰ってしまはった人が。あの頃私も学校を出たばかりでな、親の言う通りにするしか他なかったん。それにあいつは気の弱いやっちゃ。夏江藩はあれからえろ苦労して来はりました。そら小倉かて分かってんね。ましてや子供のことを考えたら親の責任をつくづく感じてんね。そうどっしゃろな。でも言わんといてくれやっしゃ。うん、分かってますがな、口止めは。まあこの辺が人生の難しいところだよな。じゃあお稽古しましょうか。へっ、OK。
あれが祇園の舞妓はんたち。一番額の人が踊りの上手な聖子はんよ。それからお囃子が上手な園子はん。その次の小花はんはお手前がお上手やわ。種子はんは三味線の稽古をしてはるし、みんな有名な舞妓はんたちばっかし。弥生ちゃんも一生懸命お稽古して立派な舞妓はんになって。うちも一生懸命お稽古するわ。さあ行きましょう。よう、姉ちゃん。あら、おじさん。元気かい？いつ来はったの？運転士になれるまではと思ってね。あなたしゃしなかったのさ。とやけど運転してるやないの。昨日やっと免許証を取って、今日が見せだけなんだよ。そう。あ、お母さんですね。こんにちは。こんにちは。見たの人やけど。あら、島根義雄さんよ。鳩場まで送ってくれはったやろ。ああ、どうりで。おめでとうございます。今日は見せだけだから、ただで送ってあげるよ。さあ、どうぞ。弥生ちゃん、お母さん歩いて帰るさかいな。あら、おじさんは短期やさか遠慮すると怒らはるや。さあ、はよはよ。小粋な運転手、ハンドル片手にアクセル踏んで、都大路をトップで飛ばしゃ、胸の薄雲もからりと晴れる。俺は都の美しさ。俺は小粋な運転手、恋のクラッチ焦らず踏んで、どうで行こうかセコンドで行こうか、かわいいあの子もエンジン任せ。俺は都の美しさ。島では八重がえらいお世話さんになりまして。いや、こちらこそ。このおじさんに歌を教えてもらったんや。そうか。そしてよく先導家の親父に叱られたっけ。おいでやす。はうちの稽古どす。稽古どす、どうぞよろしい。は僕、牛尾です。どうぞよろしく。こちらはん、とっても歌がお上手なんよ。いや、そんなことでもありませんよ。それあかんわ、人のや。あ、それお姉さんのやないの。やともしてる。おじさんは手癖が悪いな。いや、僕はこういう綺麗な人見るとパッとしちゃうんですよ。ちょっと嬉しいわ。まあ嬉しいわ。恥ずかしいわ、私。あ、そうだ、島のお母さんに写真撮って送るんだったっけ。じゃあお母さんと一緒に撮りましょう。そうな。どこで撮るんや。そうだな、お庭がいい。じゃあ行きましょう。お庭で撮ろう。オッケー。今度はうちが撮ってあげるわ。うん。
任せてくれな。一人じゃつまんないな。そんなお母さんと一緒に写したら？つまんないよ。あ、千代ちゃんがよろしいわ。じゃあ、稽古ねえは？うん、それだ。稽古さん。はい。はよはよ。はよ。ええか。はい、ちょっと待って。それ待って。さあ、飛ぶよ。行ったか。オッケー。どうもありがとう。はい。お花どうせ。あ、大きいに。一緒に行きましょう。お母さん行ってきます。行っといてます。じゃあ、僕もちょっと失礼します。よろしおせないか。じゃあ、やんちゃん、さよなら。お姉さん、一人でやす。恵子さん、あ、恵子さん、僕の車で送ってあげますよ。結構ですわ。うん、送らせてくださいよ。料金はいませんからね。今日は開店祝いですから。へえ、お気に。でも本当に遅刻さかい。結構ですわ。あら、反対ですわ。あ、これが。どうもありがとうした。ああ、うん、まへうち送っとくれやすな。書いて祝いかただでよろしおしやろ。うわあ、この車ちょっとエンジンの調子が悪いからね。僕はお茶飲んできますよ。さよなら。あの、うちも行きますさ。待って。あ、悔しい。思い出すわね。何を？島のこと。うん、懐かしいな。お父さんお母さんどうしてはるやろ。雨が鳴るさえ切ないもの、雨の手船なお悲しい。泣くな孤児なの愛しい人よ、晴れて会う日はあるもの。うちに手紙出してるかい？ええ、毎日出してるわ。そう、ありがとうございます。島にカモメの群れ飛ぶ頃は
月夜の眠れ渡る砂の枯れたかもめも泣いてこむおかえりやす。まあ、ヨシュハン、よう来たくやしたな。どうぞ、お上がりやす。いや、僕はここでいいんですよ。まあ、何言ってはんの。お茶でもいっぱい入れるさかい。団子もあるさかい。よ、お上がりやす。まあ、お上がりやす。どうぞ、お上がりやす。今、僕はね、僕は今日水の中がこうやってビチャビチャなんですよ。まあ、本人は乾かしてあげるさかい。脱いなせ。いや、いいんです。いや、いいんです。もう、まあ、いや、もう結構。いや、いいんですよ。どうもありがとう。どうもすいません。どうもありがとう。あの、脱ぎやすい。どうもありがとう。いや、ゆいちゃん。あの、お母さん、おじさんに送ってきてもらったえ。毎度すんまへんどすな。おすまんが来てはるえ、あんたに言うて。え、おしょはんが、うん、ちょっとおいな。おしょはん、こんにちは。こんにちは。弥生ちゃんにお願いがあるんやけど、この方工事救済会の役員さんどすね。あ、吉村です。どうぞよろしく。実は今度資金募集のために有名な歌手の方々に出ていただいて、歌のホームランというものをやることになりました。彩りといっては失礼ですが、基本からも舞妓班に参加していただこうと、こう思いましてな。私に選んでくれ言わはるんどすね。舞妓班たち忙しいおっしゃろ。弥生ちゃん出てもらえしまへんやろか。そやかって衣装もあらしまへんし。よろしおすがな。衣装は一切私が貸してあげる言うてますがな。踊りかてまだ下手ですしよ。ほんなら歌を歌ったらよろしおすがな。歌でもええのんどすか。よろしおすとも。弥生ちゃんの手やったら苦労と裸足やわ。なあ頼みますよ弥生ちゃん、うちを助けろ思って。出たいわね。お母さん出てもかまへん。そりゃあんたさえよかったら。踊りならちょっと怖いけど、歌やったら歌ってみたいわ。出てくれはる？あ、ありがとう。これで私の顔を立ちます。何分よろしゅう。こちらこそ。下手ですけど、一生懸命やらせてもらいます。あ、どうぞ。やりちゃん、出るんなら、僕も一曲ぐらい歌ってあげたらいいですよ。いや、あなたは結構です。いやいや、それしならもぜひ一曲ぐらい。結構です。のど自慢じゃないんですから。そう。出てくれ！ハーバロスク、ララハーバロスク。川の流れは移り気候。あの山もこの谷も、ふるさとを思い出させるその姿。下に住む若い僕らは幸せ者。日々やは恋のプラムなど、上野は花のべく。何にもなくてもよい口笛。
吹いてゆこうよ。希望の街、憧れの都、二人の夢の東京。いやあ、あんたそっくりやないの。うん、あいつは俺なんてしたよ。波の背の背に揺られて揺れて、月の潮路の帰り船、かすむ広告よ小島の沖じゃ。あんたの歌にそっくりやった。あれ俺の真似してるんだ。あんぞ。よみがえる。鳩が飛び立つ、かわいいかわいい鳩が東京の空、喜びの鐘が鳴る若い口笛、吹きながら柳さらさら銀座の街をきっと歩けば明るい心、
よかった。よかったよ。写真か。よし、作ってやろう。ね。何だよ。何だよ。邪魔だって。何だよ、何だよ。夏江、しばらく話があるんだよ。何も聞きたいことあらしまい。さあ行きまおう。夏江さん、ちょっと待ちな。あんたにわしは謝らんならんことあんねん。今日の催しに小倉を連れてきたのはわしや。ひどいことをしやすな。いや、少々出過ぎたことかもしれん。願うことならこの弥生ちゃんの幸せやな。弥生ちゃん、あんたのほんまのお父さんはこの人やで。お父さん。弥生ちゃん、嬉しそうですな。お父さんとご一緒で。だってうちにはお母さんだけやと思ったら、こんないいお父さんがあるんやもの。たんと暴いて、ええもん買うておもらいやっしょ。そうやせ。ちょっと夏江さんに話がある。弥生ちゃん、ちょっとお庭行きましょうか。うん、それがいい。弥生、お父さんとお庭行こう。ええなあ、夏江さん、小倉が弥生ちゃんを引き取りたがってんね。そら、あんたは手放しとないやろ。だ、小倉はあの子の手手親としてな。よしとくれや、そんな勝手なこと。勝手？勝手です。わがまますぎます。12年前、お腹に子供まである私を猫の子でも捨てるように放り出したのはどなたなんです。お金で解決しやったのは誰だ。夏江さん、何もそんな古いこと持ち出さんかって言えないな。古いこと持ち出したのはそちらはんどす。あの子はとうの昔お金で縁を切られた子供どす。それを今さらどの顔下げて父親やなんて。そりゃ小倉かてな、昔のことはすまんと思うてんね。それだけにな、弥生ちゃんを引き取りたがってんね。なんでどす。つまり、まあ、同じような不幸な道を歩ましたくない言うてんね。私は不幸やとは思うとりまへんわ。それ君幸せやろ、現在は幸せやろ。しかしここまで来るまでが幸せと言われへんがな。何も小倉かてやな、あの子を自分の子だと思った以上、あの子に対するその幸せを願うことはそれは人情や。それに君の幸せだって考えてんねで。私は今のままで結構です。君だけが幸せならええということはそれは間違ってるで。弥生ちゃんも何もな、永遠に君の手から取るっていうわけあれへんねん。せめて学校を出るまで教育させてもろてやな。まあそれが君に対する罪の滅ぼしやとこう言うてんねん。それは学校ぐらい京都でも出せますと言ってしまえばそれまでや。だがあの子はあんたら二人の子やで。小倉の頼みも少しは考えてえな。な、自分の娘がな、学校を出してもろて小倉家の令嬢として立派なお婿さんが持てるようになれば、こんな幸せなことがあらへんが。これからの女はな、たとえ芸妓であっても学問をせなくちゃいかんねん。女子大でのあんた芸妓が出てもちっともおかしいことあらへん。要は弥生ちゃんの幸せや。あんた弥生ちゃん可愛いやろ、手放したくないやろ。そこや、考えてみ。夏やん、どうする。弥生に相談してみます。そこや。
本人の意思聞くのが一番大事だね。ちょっと呼んでくるから、待っててよな。やよいちゃん、お母さんが呼んではるで。はい。お母さん、何どす？やよいちゃん、あんたどんな女の人になりたい？立派な舞妓はんになりたいわ。舞妓はんもええけど、東京行って勉強してみる気ない？東京へ？うん。お母さんも行かはるの？お母さんは忙しさか行かれへんけど、お父さんご一緒や。つまらへんわ。お母さんが行かはらへんならうちは嫌やわ。そんなこと言って、あんたお父さん好きやったんやないかな。お父さんご一緒やさかい、ええやろ。いやいや、お母さんが行からへんならうちは絶対に嫌やわ。いやよいちゃん、あんたお母さんの言うこと何でも聞くと言うたやないか。ええ、うちの大好きなお母さんのことやったら何でも。そうやったらお母さんお願いがあるんや。何どす？弥生ちゃんお利口やさか、東京行って勉強するのが一番いいと思うんやわな。これからの女の子はうんと勉強して立派な人にならんと明かしまへんや。舞妓はんにならへんでも、もうええの？うん、ええのや。お母さんはあんたが東京行って幸せになるのが一番嬉しいんやわ。うちがいなくてもお母さん寂しいことない？そりゃ寂しいわ。そやけどな、人間は今の幸せより先のことを考えんとあかしまへんやな。お願いやさかい、東京行ってえな。うちが帰ってくるまでお母さん待っててくれはる？首を直して待ってるさかいにな。きっときっと待ってるね。島のお母さんも待っててくれはるかしら？そりゃあんたが幸せになるんやったらどんなに喜ぶか知れへんわ。行くわ。みんながそんなに喜んでくれはるならうち寂しいけど東京行って勉強してくるわ。やよちゃん、あんたはええ子やな。なさいませんと。ただいま。襖の開けた手は立ってきてはいけないと何べん言われたらわかるんですか？貼り直しなさい。お母さんじゃありません。お母様とおっしゃる。お母様、ただいま帰りました。お帰り。手を洗いましたか？いいえ、まだ。困りますね、汚い手で私の部屋入ってきては。
竹雄なんかあなたより小さいくらいで言われたことはちゃんとやりますよ。すいません、すぐ洗います。どうでした昨日の宿題は。一つだけ間違ってました。竹雄はみんなできましたよ。あなたはもう立派な大村家の令嬢ですからね。家柄に対しても恥ずかしない成績を取ってくださいよ。わかりましたか。はい。その汚い手でつまみになるするんじゃありませんよ。わかったら嫌いと勉強なさい。はい。さらまた。お行儀の悪い子ね。お父さんよ。これ何ですか。二人のお父さんなんだからね、仲良くしなくちゃいけませんよ。どうしたの弥生、まだねんねしなかったの。寂しくなったんだな。ねえお父さん、お父さんは本当に私のお父さんなの。そうだよ、本当のお父さんなのに、どうしてお父さんって呼べないの。竹雄のことだね。竹雄にはね、お父さん檻を見てよく言って聞かせるから、もう少しの辛抱だね。いつまで辛抱すればいいの。時期だよ。だから弥生は何にも心配しない、一生懸命に勉強していいお嫁さんになるんだな。いや。どうした、泣いてるのか。京都のお母さんとこへ帰りたい。どうしてそんなことを言うの。よしよし、いや、これからそんなに弥生が寂しかったらお父さんいつでも一緒にいてあげね。だから京都へ帰るなんて言っちゃダメだよね。わかるね。弥生、何をしてるのこんなところで。何もそう叱らなくったっていいじゃないか。いえ、いけません。こそこそと泥棒猫みたい。早くあっち行っておやすみなさい。はい。ご挨拶しないの。おやすみなさい。嫌な子ね。あなた、早くあの子を京都返してくださいよ。返す？どうして。だってあんな下品な子供、とても私には教育しきれませんわ。だって君は万事承知の上で引き受けてくれたんじゃないか。それは一遍は引き受けましたけれど、まさかあんな子供だとは思いませんでしたわ。それに男子多教の教育上にもよくありませんわよ。そんなバカなことがあるはずないじゃないか。本当にあなたの子供なの。どうして。誰の子供だか分かるもんですか。あなたは一度も似てないじゃありませんか。そう興奮しないで。困ったな。
叱られるわ。ほら知らねえよ。まあ竹谷はなんて顔してるの。まあ、何してる。あらまあないと思ったらこんなとこ来てどうしたのよ。こんなことして。私の一番大事な洋服をこんなに竹雄がやったんでしょ。いえ違います。竹雄やったのか。僕じゃないよ。どっちなのよ。襲わなさい襲わなさい。どっちがやったか分かるまでお母様はここ動きませんよ。正直お母様許しません。竹雄がやったんだね。よし縛ってオクラの中入れますよ。よっしゃ。お前のやばい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 お前。お母さん私がやったんです。まああなたがそうだろうと思った。なぜ早く白状しないですよ。まあかわいそうにね。すっかりまあ竹雄に嫌な思いをさせてしまって、ね、お母さんごめんなさい。ごめんなさいで済みますか。どうするつもりなのよ。だってあなたおてんばですよ。お母さんバカにしてます。しばらく怒られましょう。おいおいおい どうしたのよ。どうしたもこうしたもないんですよあなた。あれ見てくださいな。私の大事な洋服をこんなにしてしまったんですよ。これはまたひどく破いたもんだね。しかし粗相じゃ仕方があるまい。粗相だかどうだか分かるもんですか。だけどわざと破くわけはないじゃないか。やよいお母さんにお詫びしましたか。お母さん、すみません。よしよし、もう許してやりたまん。そう簡単に許せません。だってあなたがこの子に甘すぎるんですわよ。だからいつまでたってもいい子にならないんじゃありませんか。あとで僕はゆっくり言って聞かせる。洋服はまた作ったらいいじゃないか。そうですか。じゃああともう2着作りますわよ。まあいいようにしたな。あの京都からお客様でございます。京都から。どなた。吉尾さんとおっしゃる方です。え、吉尾さん。いけません。やよはここにいらっしゃい。あ、旦那、至急お知らせすることができまして。何ですか。まあまあ上がったの。いや急ぐんです。実は京都のやよちゃんのお母さんが微週末の微週末のご主人が病気で危ないです。何危ない。腎臓から腹膜になって、もっと早くお知らせすればよかったんですが、本人がひどくご遠慮なさるもんですから。そうですか。本人は八重ちゃんに人に会いたいのを我慢してるんです。で私たち周囲の者が見るに見かねて。明子どうしたもんだろう。行かせてやりましょう。そうか賛成してくれるか。私は構いませんわ。それであなたどうなさいます。僕はよそその方がいいと思うよ。ではややお願いいたします。ありがとうございました。急げば急行に間に合うと思いますが。あなた支度を早く。医者の身で治したいとは思えども、この度ばかりはお気の毒さ。これお様、弥生ちゃん来てくれはりますやろか。ほら来はりますとも。あちらはんで起こしてくれへんのと違いますやろか。そんなことあらしまへんわ。きっと吉尾さんが連れてきはりますわ。そうやろか。
あの子は来るまで死にまへん。待ってます。 そんな心細いこと言うもんやらしまへんわ。元気を出しやんな。安城急行乗れたらもう来はる頃ですけど。これ、あんたのため作ったんや。お母さん、あんたを立派な舞妓にしたかったんや。それが私の夢。早起きて見せてえな。向こうで来まよか。お母さん、おおきに。綺麗やろ。やゆちゃん、お母さんに踊って見せてあげやすな。はい、お母さん見てておくれやす。お師範お願いします。
これにも月の丈夫になってね。